絶叫ボックス恐怖のパチスローミッション。はい、ということで始まってまいりました、うん、この企画はですね、7つのミッションを共闘してクリアしていこうという企画となっております。はい、私、銀玉井と一緒に共闘していただくお二方、この方々です。はい、じゃあ後輩から失礼します。原口つづくです。よろしくお願いします。お願いします。うーちゃん、そしてそして、はい、そしてパチンコ秘書ガイドの成田優子です。よろしくお願いします。お願いいたしますということで、うん、気になる、ミッション内容、ちょっと発表していきたいと思います。はい、7つのミッション、まず1つ目、初当たり10回達成、これ3人でということですね。あ、3人で10回ね。3人で10回。じゃあ大丈夫だ。3回ずつぐらい。で、それぞれの投資額が2万円以内。あー、ちょっとちょっとこれはちょっと不安になってる。え、それ2個目です。2個目なの。で、気になる3つ目、4、5路以上の確定画面を出す。一気にハードル上がってたじゃん。いや、私もね、ちょっと読みながらんと思いつつ、4つ目、3人のトータルサマイ数がプラス。あー、まあそれはね、ありがちな、ありがちなね。そして、さらに全員のサマイ数がプラス。あー、全員ね。なるほど、難しいよね。そして一撃1000枚達成、これは誰でもいい。あ、誰でもいい。誰かが達成すれば OK、はいはい、できそう。そして最後、7つ目のミッションが全員の出玉、流した枚数が5000枚以上。5000枚難しいな。いや、これね、ミッションクリアさせる気あるのかなって思うんですが、確かに。だからもう4、5、6、もし出た人がいたら、その人に全部やってもらおうよ。そうだねそうなの。このミッションっていうわけですから、もちろんご褒美ございます。お、待ってました。はい、一つのミッションをクリアするごとに、ポチ袋いただけるということで、いいですね。こちらの方が入っているそうです。大好き大好き、ね、みんな大好き。だからね、ミッションをクリアすればするほどポチ袋増えていきますので、そこを張り切っていきたいと思います。確かに、一つのミッションの重みがありますね。はい、はい、大事。だがしかし、だがしかし、もちろんこういう企画ですから、罰ゲームもございます。あるのかね。私はこの罰ゲーム、することになったら初になるんですけれども、よくあるやつです。この箱の中なんだろうみたいな。はい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 、そうです。あちら側には見えてるけども、自分ではわからない、恐怖の箱に手を入れて何かなっていうのをやらなきゃいけないですね。見えないものこそ怖いものはないということで。いや、怖い。あれ怖いんだよね。私も何回やったことある。あ、やったことあります。めちゃくちゃ怖い。じゃあもう何々が全部やってほしい。え、ただ本当、私がいるってキャスティングした時点でちょっと容赦ないもん仕込んできたりするスタッフさんは。というわけで、罰ゲームもですね、もちろんミッションを達成できなかった分だけ突っ込まなきゃいけないので、あ、そうなんだ。そう、え、1回じゃないんです。クリアできなかった回数やらなきゃいけない。結構なんか不安なのあったよ。そうだよね。7つのミッション、どうですか今のこのミッション聞いて。2、3個ちょっといけるかなって思ったけど。何打つとかなんかある？今のところ、ね、結構私打つと高確率で完走するのが番長ゼロなんです。え、すごい。本当に20回ぐらい打って5回ぐらい完走する。すごくすごい。ちょっと狙ってきます。はい、あと 4,5 角が分かる、それだけ。なるほど、はい。え、もう全部いけるんじゃない？じゃあ一撃千枚もいけるし、プラスもいけるし、全員の3枚もいけるし、もしそういうことになったら、ね、いけいけになったら。はい、はい、鈴木ちゃんは。はい、私は、得意機種のバジリスク絆2、そうだよね、はい、か最近お気に入りのシンフォギア。あ、はい、どっちか行こうかなと。なるほど、はい、確かに、ね、ちょっと心強いね。え、パチスロの引きは強いの？パチスロの引きは強 い。あ、そうなんだ。一緒にいるとき、全部勝ってるんじゃない？え、すごい。多分マイさんのおかげで。マイさんが勝利の女神って、はい、私いつも負けてるよ。吸い取られてる。そんなマイさんは。マイちゃんは。いやーね、どうしよう。いや、なんか一番最近好きなの犬夜叉なんだけども、なんだけど、好きと出る、勝てればまた非イコールじゃない？勝
ことがないんですよ。そうなの。よく好きになったりそれで。だからその辺を踏まえてちょっとちゃんと冷静に考えて座ります。最初に座ってたらごめん。あ、いいよいいよ、全然全然ごめんだけど、とりあえず冷静にはなります。オッケーオッケー。はい、ということで、7つのミッションクリア目指して3人で頑張っていきたいと思います。はい、早速実践スタート。では早速実践スタートしていきたいと思います。爺様から行ってきます。はい、では原口鈴子は新フォギアを実践していきたいと思います。はい、それではですね、番長ゼロを取れましたんで打っていきたいと思います。そう、本当ね、番長ゼロだけはなぜか完走してくれるんですよ。まあ基本やっぱ1回はライジングに入れれるかどうかですね。まあ、まずはゼロモードと思われるこれが突破できるかどうか。そっか、2万円1000円でも超えたらアウトだから、やっぱ全ミッション希望がある状態でいたいですもんね。お、来ましたね、あの100のゾーンのポイント来ました。ノリマロカルタ、お、直特訓は行かなかったぞ。おこあるかもね。これさあ、これと次がと、はい、朝一思ってた以上にラッキーなことが起こりました。このチャンスをなんとか、逃さないように一撃1000枚狙いたいと思います。1000枚以上いきますよ。いただきしちゃいます。 OK、 いただきロード。じゃあなんとかこれを逃さないようにちょっと引っ張ります。青、いただきチャージ青。お、いい、うまいうまいうまい。もうやっぱいただきチャージのコツはもうゼロゾロしてくれたらいいけど、ちょストック取っちゃうとねなかなか厳しいんで、弱地を引くイメージで打ってます。もう弱地でいい、弱地で鉄拳制裁までは行きたい。いやー、ここはつないでいきたいんだけどな。はい、オスポイントプラス210でちょっと終わってしまいました。しょうない、また入ろう。あ、ここ、あ、ちょっと緑ぐらいはいっとかないと。いや、引けない、引けないよ。始まっちゃった。あちょっとまずい匂いがしますね。お、お、ちょ、お、来た。あ、弁当かな。あ、チャンス目だ。はい、これで良かった、チャージ始まった。オッケーオッケーオッケー。はい、まずいね。ちょっと噛み合ってないんだよな。さすがに300枚欲しかったですね。はい、一応300持ってますが、
デフォルトの画面。あー残念、せっかく早い立ち上がりだったんですけどちょっとチャンスを生かめず、266枚と全く1000枚に届いておりません。悔しい。まあでも直撃してくれるのはいい兆候なので、はい、引き続き回していきたいと思います。直線ゲームはせめてこのテーブルのところまでは行きたいですね。よし、ようやく一マス進みました。あ、来た来た来た。お、黄金のテーブルだ。あ、黄金のテーブル、天国 100% 黄金のテーブルってことは、これ投資2万円以内にとりあえずなんとか頑張ればできる可能性がありますね。はい、切りました。155ゲーム、投資はまだ5000円です。こっからが大事ですからね。頑張ります。シェイクスバトル、あー真ん中か、まあ右でもいいけど真ん中が欲しいですね。あー一番いらない、でも2個あるんで。はい、おぎ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 、ねえなんでもったいない。真ん中真ん中、もう左と右1回ずつ取ってるんで真ん中次お願いします。真ん中真ん中真ん中、うーこれはこれはひどい。おぎ、あー追撃やばい、2000しかまだ減ってないよ。おぎ右右右右右右、あーまあでも初めて500以外追撃があるので、はい、よし、ちょっと減ったけどこれで最後だから、いやもう右しかない、右行くしかない。はい、右右右、おお助かった。あと3000、あと3000、それなら頑張ればいけるかな。真ん中しかない、真ん中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 、うわー、いやもうちょっと楽しませてよ。終了。残念すぎる。はい、お願いします。頑張るか、一撃がいい。お願いします。どうかご分を。はい、219ゲームチャンスゾーンやってまいりました。14ゲームなんとかねやりたいと思います。挟もう。ちょっと分母分もなかったゲーム数がやっぱり痛いかな。総投資9000円、
まあ、2万円以内でなんとかしなければいけないので、そう考えるとやっぱりちょっと他の台に今から移動するよりかはこちらの台でもう一回チャレンジしたいと思います。ちょっとこのゼロモードは何としても取りたいところ。直発点やだな。デーゴマの特訓直発点はちょっと不安しかないですね。ここで発展しました。縁日やっぱベーゴマか。あ、さあチャンスアップ、ワンチャン、あ、ワン、あ、マジか、お、戻した、え、と見せかけて、はい、よかったよかった、はい、しかもよかったです。だから61ゲーム赤7持ちコインでできました。お、来ました。さあ OK、 これはいったんじゃない、逆に頼む、なってくれ。うわ、いや結構ラストの方でなりやすいんだよ。はい、お願いしますよ。うわいやーなんだよ強調引いたんだけどダメでしたね。はい、早くも2台目大移動してきました。バジリスク絆2打っていきたいと思います。得意機種なのでまあだなんとかなるでしょうと思ってます。とりあえず頑張って1回初当たり目指していきたいと思います。なんか1個も取れない気がしてきました。ミッション、どうしよう。箱の中身メダルとかがいいですね。チスロ番組だしちっちゃすぎて何も入ってないんじゃないってなりそうだけど、まあ、でも生き物とかはさすがにいないし、何があるんだろう。ほんとメダルとかでいいな、布とかでいい、安全なものがいいです。まだ1回も BC 取ってないです。190ゲーム回して、あ、これ投資2万円いっちゃいそうだな、どうしよう。お、あ、お当たってました199ゲーム追加投資3000円で一発目で、一発目で、あー、ラスト、はい、あー、やられちゃいましたね、残念です。1回目はこんなもんですかね。うん、もうちょっと早く来てれば。お、はい、やりました。早かった。2回目は8ゲームで石ゲット、どうにかなってくれ。454454は何もないですよね。554も何もないですね。惜しいな、全体的に惜しいですね。来るのか、はい、残念です。はい、終了。3回目のバジリスクチャンス当選しました。56ゲームです。今回も追加投資はなし。
か強い。732人まで一気に。807人、もうちょっとだ。赤まで行った。倒したいぞ。はい、やりました。よし、バジリスクタイムゲットです。ではこれで正真正銘初当たり1個ゲットですからね。よし、もうそれだけでも嬉しいです。はい、一応朝一3000円で、いただきハイロード入ってくれたんで、まあ、あれを初当たりとカウントして、で今のボーナスとで、2回初当たり引けてますね。まあ、個人ノルマとしてはもう1回2回引けばまあ達成なんですけど、まだでも全然こんなもんじゃ足りないんで、さあなんとか持ちこいんで当てたいんですけどね。いや790まで来そうですね。はい、じゃあ追加投資ですね、ここで。はい、いや直発点っぽいな。はい、さすがにこれは厳しいな。はい、ゼロが青だったんで、まあ、もしかしたらね、ほんのちょっとチャンスかもかもぐらいですね。はい、さあ連勝っぽいですね。はい、さすがにこれは当たりましたね。ちょっと長かったけど、白タイマスかな。あ、はい、じゃもう一回ティーンで当たりですね。はい、あ、はい、矛盾で当たりです。追加投資が3000円、まあ、総投資でいうと6000円なんで、はい、うわー、あ、よかったよかったよかった。はい、343ゲームです。これで初当たりが3回。うわー、終わった。しかも全然枚数取れてないですね。いやー、暑いなー。いやー、どうしようかな。ちょっと様子見に行こうかな。今投資9000円。9000円です。あ、なんだ。じゃあまだだね、頑張って。まだ、はい。どうですか、投資。投資は ね、最初朝3000円で当たったんだけど、ちょっと飲まれちゃって、まだ追加と、これからまた追加投資って感じ。じゃあまだ2000円。あ、じゃあ2万円は。もうすでに3000円追加投資しちゃった。まま6000円使ってる。6000円、全然大丈夫ですね。そうだね。初当たり何回取ってる。あ、これまだ1回目です。1回 OK、はい、じゃあ私3回取ってるから。お、すごい。あと6回。え、6、うん、そうだね、あと6回ですね。行こう、いけそうですね。頑張って、ありがとうございます、はい。青だ。はい、やめてね。倒せる、させぬ。やった、これは助かります。勝利。第6。わ、青青ですか。あ、来ちゃいましたね。また赤文字で。あ、待って待って、
終了。209枚ほど遠いですね、一撃1000枚全然惜しくもないな。これはどうしようかな、ちょっと考えます。はい、46ゲームここで1万円が終わってしまいましたので2枚目。もうなんとかこの2枚目以内にしないと。ポケちゃん、おお、ギラギラチェリー、ギラギラチェリーを引けました。いいですね、この形はとっても気持ちがいいです。さあでは行ってきます。50ゲーム、さあここは張り切っていきます。おー、ありがたい、あ、おー、でかい。もうごちそうさま。青か、いい色ちょうだい、いい色ちょうだい。ちょっと青多めですけど、まあ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 、ここ取れたんでね、ありがたい。そっかそっか、これ今あの満腹デート終わったとこで最終決戦のアイコンが取れてます。ギラギラチェリーを、先ほど引いた時に出現してます。だから今度来るチャンスゾーン、とっても楽しみです。すごいじゃないですか。すごいじゃないですか。約1万分の1、まあ、9362分の1すごいの引いてます。だってゴッドゾロよりすごいじゃないですか。そんなすごいのを引いたんですね。じゃあもういけます。そんなの引けるんだから2択なんて恋の恋ですよ。急になんかもうやれそうな気がしてきました。私も2万円以内。そっか、でも2万円以内って最終ですか。実戦終了時までに2万円以内じゃないとダメってことですか、投資。あ、めちゃ厳しい。当たったりを2万円までに引けじゃないんですね。なるほど。まあでももう希望しかないので。222ゲームなんですけどね、これは止まるでしょ。500、あ、止まった止まった。これはちょっと嬉しいですね。いける、いける、いける。もう疲れちゃい、あと1個だったのに。青3つ、いや、でもないよりある方がいいですから、ありがとうございます。灼熱無様チャンス、行かせていただきます。楽しみだったんですけど、楽しみだったんですけど、すごいプレッシャー。はい、さっきちょっと一撃にしちゃったんで良くなかったのかも。連撃にします。今回さっき14ゲームだったよ。ああ、なるほど。あ、金メダルは5とかもあるんだ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。大丈夫大丈夫、23ゲームなかなかいい感じ。しかも私これ最終決戦のアイコン持ってますからね、これがでかい。では行ってまいります。はい、よし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 。さっきはなかった最終決戦、もうこれはしっかり行かせていただきます。大丈夫、これは大丈夫だから。前半戦はクリアなんです。はい、ねえねえた、来た、あ、よかったよかった、
ようやくすごく待ちました。さっき挟んじゃったからな。もう。まだ1ゲーム残ってます。大丈夫、大丈夫でしょ、大丈夫でしょ。なあ。でも残念すぎる。気持ちで負けちゃいけない。なんだろうこの心拍数の上がり方は。まずここはね。まあ、ここはいいんですよ、ここはいいんですよ。さあどっち。私もう左で2回 やられてます。どうする、皆さんだったらどっち教えてください。もう2度あることは3度あるなのか、3度目の正直なのか、さあどっち。私はでも正直に行きたい。あれ。ミスっただけだよね。正直です。ちょっとここはあまりお見せしたくないけど、よかった。ありがとうございます。やった。めっちゃかっこ悪いですが、ウィーは信じてよかったです。ありがとうございます。なので、総投資ギリギリ19,000円です。これで最後までつなげばクリアになりますからね。張り切っていきたいと思います。よし、番長ゼロ2台目です。でもちょっと6000円使っちゃってるんで、また早めに当てないといけないですね。あー弱い。おお、マジで。びっくりした。なんだいそれ、ラッキー。はい、お願いします。うい、やりました。ラッキーラッキーなんで、初当たりが 1,2,3,4 回目です、これで。はい、で移動して2000円で当たりました。頼む。7で。よし、オッケー。やりました。いやー、ちょっとね、今度、ミサイルやってみようかな。入れてないから。全部レインボーとかであったんです。あ、赤。あー、ちょっと微妙。赤赤チャンスチャンス。おお、強い強い。強いぞ。行きます、行くぜ。ほら、よし、行った。オッケーオッケー。さ、やっと入りました。よかった。久しぶりにいただきロードに戻ってきました。オッケー。じゃあ今度こそ1000枚目指します。行きます。頼むよ今度こそ。早くない。とりあえず鉄拳制裁までは行こう。お、ナビなし。あ、ナビあるか。あー、ライディング1個しかないわ。20かな、さすがに。はい、まあちょっと次また引っ張りましょう。では行ってまいります。19,000円投資。ではギラギラアタック。どんなパネルになるのかな。なんかあんまりいいのがない。
いいのはね、一番いいのはまあまあこれかな。はい、まあ、見渡す限りちょっとあの一番欲しかった2400っていう数字はないんですが、わかんない、まだねあのこの辺をちょっと狙っていきたいと思います。と最初はノーマルから。 Are you ready? OK です。それがどれだ。おお。あんまりあんまり良くないけど、524枚。はい、ということで、まあ、なんとか AT は獲得することができました。まあ、その中身は置いておいて、また個人的収支は、残念ながらマイナスなんですけれども、なんか全体の3枚だとかなんだとかっていうのはまだミッション希望があるものばかりなんじゃないかなと思います。なので、後半も、もう少しいろいろ考えて、しっかりミッション一つでも多くクリアできるように頑張りたいと思います。はい、ここで前半戦が終了になりました。可もなく不可もなく、どちらかといえば不可みたいな実践をしてるんですけど、まあ、後半どうしようかなと思ってるので、ここで先輩方お二人に相談して後半の作戦考えたいと思います。いただきチャージの途中ですが、そろそろね、いい感じに時間が経ってきたので、ちょっとみんなと現在の状況がどうなるか作戦会議をしていきたいと思います。前半戦終了。お疲れ様でした。なんか浮かない顔してない、みんな元気がない。そう、まあまあ、ちょっと私の現状を発表させていただいていいですか。はい、まあ、それぞれ、まあ、ミッションの中の一つに、はい、それぞれの投資金額が2万円以内というのもあったと思うんですけど、そ、ね、そこ、はい、そこをみんなオーバーしてないかどうか確認する。そうですね、そうですね。私はただいまの総投資金額1万9000円です。おー、すごい、上がってます。うまい。いや、うまいのかな。それで メダルをね、持ってればうまいんだけど、うん、あ、そうだそうだ。まあまあ、でも爺様で一応 AD 取りました。おー、すごい、素晴らしい。で、今のところ持ちメダルが500枚ぐらい。はい、すずくちゃんは、私、まあでも9000円なんで素晴らしい。はい、半分使っちゃったんですけど、うんうん、まあ、持ちメダルは今200枚くらい、うんうん、はい、絆2で出しまして、うんうん、まあ、でも今終わっちゃったので、これからどうしようかなっていう。あ、そっか、終わっちゃったんだ。はい、まあ、できればその200枚で回していきたいんで。そうだね、しっかりしないとね。はい、なんでこの先の機種をちょっと悩んでるところです。はい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 、いや、私もね、ちょっと出だしは良かった。3000円でいただきどうどん直撃したんですよ。すごい、直撃。そう、でこれ結構いけいけで今日いけるパターンかなと思ったんだけど、うんうんうん、300枚ぐらいで終わっちゃって、うんうん、飲まれてから当たって、でちょっと今見切って大移動して、でまたすぐ当たりまして、すご2代目の番長でも、すぐ当たって、計今日はですね、初当たりは4回取ってます。 4? はい、で総投資も、2万以内で、8000円で抑えてます。あ、すごい、はい、じゃああれだね、まだこの、まあ、7つのミッションがあって、うん、初当たりが4回引いてくれてる、はい、1回、私も1回、まあ、これ前半戦のこの終わりで6回取れてるってことは、 おそらく初当たり10回達成ミッションはいけるでしょう。いける、いける、いけそうですね、はい、で全員投資2万円以内、うん、これまだ可能性全然ある、うん、私、いや、危なくなったら、うん、多分すっごい散歩してると思う。すっごい散歩してると思う。一撃1000枚は、一撃1000枚まだつなげてます、はい、あ、そっか、まだある、まだある、そっかそっか、そう、全然ある。あ、そっか、あ、ちょっ、あ、そっか。いや、今嫌なこと思い出した。いや、さっきね、うん、当たったの爺様で、そうだよね、うん、プラス1000っていうパネルが1個だけあったの。あれ引いてれば惜しい。惜しかった。なるほどね。まあまあ、でもね、後半戦ありますから、うん、で、まだまだ、なんとでもなりそうなミッションありますので、あるある、はい、後半も希望がいっぱい。すでにもう諦めなきゃいけないミッションって多分まだないはずないです、はい、そう、夢と希望がいっぱい、それってすごいことだと思うので、うん、
私一番ちょっと、ね、投資金額あのそこはしっかり守りつつ、うん、後半戦も期待を持って、頑張っていきたいと思います。はい、後半戦スタートです。前半戦で打っていた爺様で流した枚数530枚、この530枚を持ってですね、私はアイムジャグラーに移動してきました。特別ルールとして、50ゲーム以内の、ジャグレンであれば、ま、一撃、ま、1000枚、ま、それがループしてくれればの話ですけれども OK をいただきました。さらにビッグボーナスは200枚換算で、レギュラーボーナスだと100枚で、カウントするということなので、ま、うまいことパッと引いて、5回50ゲーム以内に、ビッグボーナスを連チャンさせることができればなんとジャグラーでも1000枚が達成できるということで、こちらも楽しんでいきたいと思います。後半戦スタートです。難易度めちゃくちゃ悩んだんですが、とりあえずもう1回だけ前半と同じ絆2チャレンジしたいので、この台を引き続き頑張っていきたいと思います。はい、はい、ということで後半戦ですけども、まあ、すごく、ね、いい状態で、温めておきましたので、私はもう着実に一撃1000枚とあとプラス収支だけはちょっときっちり取ろうかなと思います。はい、さあロックはあと1個か。まあでも720プラスしたんで、ボーナス取ろう、ボーナス。オッケーオッケー、よしよしよし。まあレインボーにして安心したい。オッケー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 です、取れました。やっと取れたよ。残念。オッケー、うまい。うまい。いや、あと500枚以上あるのか。先が長いな。さあ、これはいったんじゃないかな。はい。うまい。牽制剤にちょっと全てを捧ごう。お願い。おい。2個あれ。ああ、1個しかないか。あ、え、一撃だ。ちょっと待って。いきますよ。はい。おい。いったいった。ちょっと待って。あるんじゃない？何が止まんのこれ。ベルで。いきます。いやー、熱い熱い熱い。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。50と大事に行くしかない。いきますよ。いきます。はあ。来た来たやってやったぜいやーマジか、これなんですよ完全に成田さん頼り。いや、私にできるのは投資2万円いかないこと、とりあえず今はそれしかない。前半終わったところでいただきチャージ中って言ってたから、もしかしたら一撃千枚達成していただけるかも。そうなってくれたらありがたいですね。あとなんだろう、みんなで3枚プラスにする、でもいけそうっちゃいけそうですね。よしよし、まずね、まず1個、まず1個。あ、オッケー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 、頑張れよ。オッケーオッケーオッケー、やっと2個欲しいね。オッケーオッケーよし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 、あー、いやー、ラスト1回。
あどこかな、残念。まあまあまあいいでしょう、5個の、まあ4つ争いできれば。まあちょっとステンバイ見え、もう完全見えてますね。こうね、やっぱりイケイケの時ってね、ライディング入ってからもまた鉄拳制裁で引っ張ってきたりしますから、ライディングをいきます。さあ2度あるかな、いきますよ、えいあ、さすがに連打か、はい、やっと取れた、 OK、 じゃあこれでいきました、到達しました、999。さあ今日最初のブラックアウトいきます、えいオッケー、自動継続。さあ問題はここよ、ここ継続してほしいよね、継続してお願い。あなんも引けなかった、あーダメか、はい、あと230枚、行くでしょう、さすがに。後半一発目のバジリスクチャンス、131ゲーム、バジリスクチャンス、えい、はい、1回目のバジリスクチャンスは失敗。バジリスクチャンス、はい、お、あ、あ、来た、開く、開く、開いた、やったー。まあここはさすがにね、勝たなきゃね。あ、待ってくれ、嘘でしょ、えい、いやー、221枚、3度目のボタンを押してしまいました。さて困ってきましたよ、380枚残り、プラス1000円、なんとかなるかな、これこの台はやめます。追加投資した？してないです。素晴らしい。あ、でもなんかやれてそうだね。そうですかね、なんかこういう感じです。そうだよね、はい、でもだってまだ9000投資とかでしょ。はい、9000円です。私は380枚と1000円持ってるでも最後の望みとして、はい、ちょっとジャグラーやっちゃったんだけど、はい、もう一回爺様に戻るね。戻るんですね、いけます。もうどうしようもなくなったら散歩するからまた入りますよ、ね、また入れます、お願いします、お願いします、ありがとう。ちょっとこの辺でもうちょい上乗せしたい。いやー残る1個、はい、これでストックは使い切りました。ゼロがたけ、おっ、さあ 50%、 うわー名号が当たる、 OK よし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 、はい、通りました、よかった。いやー嬉しい、や緑で取れると嬉しいですね。あー結構
構ちゃんと7、えマジでラッキーやりました。よし、うまい。もうちょっとあと1個だよ。出会いく、ちょっとおお、やりました。よかったよかった。オッケー、やっと入ったよ。はい、もう行きました。千枚、よかったよかった。こうなったら完走を目指したいですね。いきそうです。925って書いてある。1000枚、ごめんねごめんねごめんね、1000枚いきそう。もう行く、もう行くよ、行くよね、行くよね、もう確実に行く。どうしよう、私380枚と1000円しか残ってない。マジか。あ、じゃあ全然好きな、もう A タイプとかでも全然いいよ。ちょっと考える。いやでも1000枚行くね、ありがとう。本当にあの感想もやっちゃって。やっちゃうわ、任しといて。ごめんね、邪魔して。みんなで5000枚もあるもんね。オッケー、頑張る。お願いします。まあこれでいったんじゃないですか。いきました。よかったよかった。はい、なかなかちょっと定まらなくて、やっぱりちょっと総投資2万円っていうその壁でちょっといろいろ迷っちゃったんですけれども、何々がね、もう一撃1000枚達成してくれるのを見たので、一度引っ込んでもうじいさまやるぞっていう気持ちで行ったんですけど、ジャグラーでなんとか少し、持ちメダルに上乗せさせていけるぞっていうところで、もう一度ちょっと最後に、じいさまに戻るという、そういう戦略を練ってみました。ただいまの持ちメダルは380枚。これが増えるのか増えるのか、増やしたいということで行ってきます。まだ持ちメダル230枚残ってます。まだまだつながってる。いくしゃ、よっしゃ。いや、よくやってくれました。189ゲーム、ビッグボーナスつながりました。またメダルが、下からにメダルが、やっぱいいですね。こう AT 機とか打っててもなかなかこの200枚っていけない時あったりするじゃないですか。480、まあ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 足りるでしょう。はい、ということでまたこの台の前に座っております。また届く485枚ですね、獲得できたので、もう一勝負やりに戻ってまいりました。もうなんかシミュレーションバッチリなので、すごい展開で、お届けしたいと思います。では行ってきます。お、このタイミングで、あ、さあもしかしたら戻したんじゃないですか。おー、うまい。うまいうまい。やっぱね、1000枚超えた瞬間、肩の荷が下りて、軽くなった瞬間引き始めたの。気楽に打てますもん、ちょっと。こういうもんなのやっぱ。えい。あ、レア役ではないか。リプレイだけど。いけいけ、20ゴロ、惜しい。まあストックあと1個しかないんで、ちょっとリボーナスには届かないかもね。はい、795。さあここでまたボーナス取りたいですね。おお、赤割れた。はい、これでレインボーと。さあ絶頂欲しいけどな、絶頂あったら完走するわ。さすがにないかな。じゃあ一応行ってみますか。
あまあそう甘くはないか。また青ララの可能性は全然ありますもんね。あー赤か全然だ。残念。いやなかなか行ってくんないですね。1794枚と1000枚も超えましたし頑張ったんじゃないでしょうか。はい、いいか。あ、5くれた。うん、さっきの半分。この2人だね。あ、そう、いいよ。なかった。持ちメダル135枚。さあこの135枚をまた増やしてここに戻ってきたいと思います。どう増やすか、そりゃもうあれしかないでしょう。135枚と、少々のわずかなメダルを持ってもう一度あっちに戻ります。残念ながらここで追加投資となります。はい、長かったですね。630、31ゲーム。フライ、フラはない、フラはない。あ、追加投資はなしで32ゲームでトータル800ゲームに到達しました。はい、975。いやもうこれは、はい、はい、長かったです。これで私が何をすればいいんですかね。プラスにする。もう一撃1000枚は大丈夫なんでプラスにします。はい、ということでまたジャグラーコーナーに戻ってきました。でもなんとかかんとか、持ちメダルでつないでおります。164枚、こちらをいかに増やせるか、そしてまたあっちに戻れるのかどうか、もうね、もう本当にギリギリのところでやってるんですけど。来たよ来たよ来た。誰も見てないじゃん、誰も見てないじゃん。なになに、見てくれてると思ってた。さっきまで声がしてたんですけど、オーマイゴッド。でも光りましたかね。163ゲームいきますよ。光ったの、誰もいなかった、振り向いたら。すごい、何何来てくれました、よかった。もうよし、やるよ。いやー、ここはもう普通にビッグが欲しいね。うまい、さすが。やった163ゲーム、ビッグボーナス。うまいちゃん、うまいちゃんです。ありがとう。すごい、これはまだ1000円も手つけてないんだよね。手つけてない。残枚数64枚。すごい、ちょっと分かんなくなってきたな。ではもう一発ビッグボーナス引きに行きたいと思います。人柄消滅。残り64枚、そして1000円。はい、いいですね。お、うわ、おお、ということで蛍火撃破です。嬉しゅうございます。お、上、おお、やった。おはい、やった。お、巻物取れた。
お、私の好きな兵馬が開眼しました。3人のトータルがプラスももしかしたら達成できるかもしれない。私がここを伸ばせれば。お、え、今の画面は保証はない。おー、びっくりした。びっくりした。激ハー、嬉しい。プラスですね。今プラスです。1万8000円なので相当し、はい、もう収支的にはプラスなんですけれども、ちょっとミッション的にもう一勝負しようかなと思いまして、舞ちゃんが打ってた、リアリアジ様、私が、はい、舞ちゃんのリベンジをしようと思います。はい、はい、これでお願い。あ、なあ、そえ、7ゲームあるのかな。あ、一応狙わせてくれるんだ。はい、わかりました。お、あ、これで2択ってこと？え、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ普通に行くよ。あ、なんだよ。うわ、ラスト1ゲームしかないじゃん。見ないぐらいがちょうどいいのかもしれない。15分の1ですもんね。え、終わり？終わり？終わりですか？あ、チャンス。え、ちょっと待って、ちょっと待って。どういうこと？ここで引くとどうなの？ここでスイカ引きましたけど。あ、え、ごめんなさい、間違えた。間違えた、間違えた。あ、もう勝手に、もう勝手に始まった。押していいの？あ、はい。え？どうだ？どうだ？いや、プラス1000がいい。え、1000 え、1000でいいってことですか？あ、これでラストですかね。はい、1794枚持って今1115枚なんで、まあ、大体500枚ちょっとぐらい使いで今1000枚ぐらい出ましたね。はい、だからここに来て500枚ぐらいプラスになりました。よかった。ありがとう、まいちゃん。ありがとう、まいちゃんが温めてくれたからです。はい、よかった、よかったです。第4、ね、またチェリー。いや、でもこれで12戦目、これ最後のマスなんで、せっかくだからね、ここをきれいに、まあ、埋められただけで嬉しいんですけど、ここも買ってきれいに、きれいに終わらせたいです。あれ、大丈夫かな、これ。まだチェリー取ってないですよね。うそ、一撃1497枚出したところで実戦終了となります。お疲れ様でした。最後の最後で頑張れたので、どうにかいろんなミッションに絡んでればいいなと思いながらエンディング迎えたいと思います。お疲れ様でした。はい、大移動してまいりました。こちらの台、まだ誰も当たっていない台です。53ゲーム、そして私の持ちメダル残り64枚。
これを増やしたいと思います。お願いします。ラスト、1メダル終了なんですけど私にはまだこれがある。これにはなんと1000円入ってますでね、またこの1000円がほらつながるっていうねほらいい感じだよ、7が見える。あーなるほど、こっからやり直せと。まあでもまだこれがねつながる可能性残ってますので、さあここでしっかりとジャグレンでメダルをつなぐことができればまだ道は残っています。諦めたらそこで終わり。ほらつながりました、26ゲーム。いくしょ、つながった。またね、誰もいないんだけど、はい、26ゲームビッグボーナスつながってます。こういう台はまだもう1回早い段階でズドンありますよ。はいはい、そういうことですね。お時間がやってきてしまいました。そう、全員でのサマイプラスというミッションもありましたので、ちょっとこれがどれだけあれになるか分かんないんですけど、一応メダルを手元に残した状態で終えることができましたし、総投資2万円以内、こちらもなんとか死守することができました。最後の、ね、みんなの結果を楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。実践終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで早速7つのミッションの答え合わせいってみたいと思います。まず最初は初当たり10回達成できたのかどうなのかというところ、はいはい、私は全部で初当たりが3回でした。おーえーい、まあ、でもずくちゃんはいい感じ、いい感じ。私も初当たり3回です。一緒です。はい、そして、はい、私が言ってるわけですね。はい、私は全部で初当たり5回です。すごい見事ミッションクリアです。やったやりました。素晴らしい、すごい。ということで、まあ、ポチ袋一つは確定です。やった。さあどんどん行きましょう。2つ目のミッション、はいはい、全員投資が2万円以内。はい、私銀玉井、もう前半の時点でですね1万9000円投資をしてしまっていました。はい、普通だったらもう超えてるはずです。結構絶望的なね、1万9000円できたらちょっとドキドキしてましたね。でしょ、一番心配でした。私もめちゃめちゃプレッシャーだったんですけどなんとかかんとかお散歩せずに2万円に収めました。すばらしい。はい、続いて鈴木ちゃん。はい、私も後半メダル飲まれてどんどん追加投資したんですが、うんうん、総投資1万8000円で素晴らしい、イギリセーフです。みんなすごい、はい、すごい踏ん張りました。すごいですね、なんかこの企画へのすごい熱意が伝わってきて、はい、そうだね、感動してます。はい、じゃあ私さらっと言っちゃいます。8000円です。はい、8000円です。すごいクリアです。2個目もクリア。ミッション4ゴロ以上確定画面出た人、はい、私も出ておりません。4つ目のミッション、3人のトータルサマイ数がプラスになっているかどうかということで、はい、私から、はい、さらっと、私はさらっといきます。はい、そこ強調するね。さらっと銀玉井の本日の、そう収支ね、うん、さらっと744枚のマイナスです。はい、飲んでもらってるプラス聞こえた？744枚のマイナスです。はい、
では私プラス683枚です。プラスになってる、はい、プラスだったんですよ。投資いっぱいしたけどプラス 800? 683枚です。あ、もうここでも総裁みたいなもんだ。あ、そうですね。ありがとうございます。確かに、はい、さあ、そして S、はい、じゃあ S いい、ね、お願いします。私、サバイがですねプラス1777枚です。サバイです。はい、すごい。ということは、ということは3人のトータルの、サバイはですねプラス1716枚でクリアです。これで5つ目ミッション、全員サマイ数がプラスかどうか、さあそちらからどうぞ。はい、6個目一撃1000枚達成した人。はい、え2人、まさかの2人、はい、2回達成しました。2回も達成したんですか。天才がおりますね。天才、そしてつづくちゃんも、はい、私も最後1400なんちゃら枚出ました。素晴らしい。はい、はい、ということで4つのミッションをクリアしております。すごい。そしてラストミッション、はい、全員の出玉かっこ流した枚数が5000枚以上かどうか、はいはいはい、もうここも私サクッといかせていただきます。流した出玉ありますからね。おー、あるんですよ。すごい、あるの。ズバリ176枚です。あ、かわいい。ありがとう。かわいいです。ありがとう。流してたことに実はびっくりしちゃったから、はい、ほんと、うん、2回流してるから、ね、すごいすごい素晴らしい。ありがとうございます。さあ、はい、そしてお二人の流した枚数、はい、そうだね、これ、はい、ここ大事ですよね、うん、私、1511枚です。1511枚、はい、1511枚です。すごい、はい、ということは、私が3500枚ぐらい流してれば、うんうんうん、いいのかな。はい、ですよね。そう、はい、はい、ということですね。何々にかかってる、はい、お願いします。私が流したのは2177枚です。惜しい。ということで、7つのミッションのうちなんと半分以上の4つをクリアすることができました。やったー。いいんじゃないか、うん、上出来ですよね。はい、はい、まあ、じゃあちょっと最後にさらっと個人収支だけ言っときますか。はい、はい、はい、私銀玉井の総収支です、総投資が2万円、獲得枚数176枚、744枚のマイナスです。はい、私はですね総投資1万8000円で、流した枚数1511枚の3枚プラス683枚でした。はい、はい、そして私が、投資8000円、回収が2177枚、そして3枚がプラス1777枚でした。じゃじゃーん。おー、やったー。すごい。そして忘れてはいけないのが罰ゲームもあるということですね。3つのミッションがクリアならなかったので、3回の手入れができます。なるほど、そこぴったりだろうか。あ、なんだよ。異議申し立てございますから受けたまわりますので、なんかお前2回引けとか大丈夫です。はい、まあ、でもね、みんな優しいので1回ずつ引くことになると思います。さあ、罰ゲームのお時間です。はい、すでにですね、この箱の中には私見てないですけれども、スタッフさんが仕込んだブツがあると。怖いから、ちょっとまいちゃんから。はい、わかりました。まあまあ、今日ね、もう本当にもう足引っ張ったのでやりますよ。行かせていただきます。いいですか。はい、お願いします。この準備は OK ということなので、はい、じゃあまいちゃんの罰ゲームお願いします。はい、ちょっと見ていいのかな。噛まれた。生き物いる。ちょっと待って。噛まれんの。わかんない。なんかいたよ。これ見ていいですか。あ、見ていいですか。見ていいの。あー、これは。動いてるじゃん。だってなんか生き物ないって言ったのに。やばい。やっぱり見つけて。噛むかもしれないです。あ、
じゃあ箱の中から、中身を掴んで出して答え合わせしてください。え、見てこの、あの、ヒヤヒヤの動きなんか動くんだもん。ほら、なんか動いてるよ。なんか、なにこれ、太陽に反応する。また見たいなあれ出す
ました。まあね、今日はなりなりにおんぶになっこだったら何も言えませんということで、まあでも本当にミッション、4つもクリアできたのは、はい、本当、まあ、ちょうどチームのね、絡み合ってうまいこといった部分もありつつ、はい、もうお二人の力もう本当にたくさんいただいたのでありがとうございました。ありがとうございました。またね、こういう企画がありましたら皆さんお楽しみになさってください。本当に変な汗かいてるわということでこのコンテンツはここまで。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。早くシャワー浴びたい